その日、東京とか多摩丘陵一帯の空に原因不明の怪気流が発生していた。この気流の乱れは鳥獣が現れる前触れである。タックは直ちに新兵器 RX ミサイルを備えたファルコンの上空パトロールを始め、全員による待ち伏せ攻撃を準備していた。ところがである。事実は全く意外な方向へ進展してしまったのだ。本の隊員、カメラのやんやいいか。いつでも OK です。誰だい君は。月刊ボーイズ写真部鮫島純子。雑誌社の人が何でこんなとこ来たの。決まってんじゃないの。鳥獣出現の決定的瞬間を撮りに来たのよ。他の社の人は誰も来てないわね。いいぞ、特設スクープいただきだわ。ダメダメ、勝手に写真なんか撮っちゃ。ちょっと、なんか文句あんの。あんただって撮るつもりなんでしょ。これはね、タックの戦略資料にする写真なんだよ。君誰に許可もらってこう来たんだい。いちいちうるさいわね。報道に許可がいるの。取材の自由でしょ。だって危ないからさ。とにかく隊長に報告しなくちゃ。ああ、ちょっと待って。ほら、あの北斗隊員っているでしょ。今日ね、カレンが電話で教えてくれたの。北斗が、うん、君北斗知ってんのか。え、あの友達。あいつどういうつもりなんだ。今度より隊長へ見ろ。アレックスミサイル発射用意。反応してるぜ。大丈夫。まるで忍者だ。消えた。特ダネありがとう。しまった。おい君。ねえねえ君。何よ。今の鳥獣キャメラで撮った。当然。悪いけどその写真一枚回してくんねえかな。撮り損なったんでしょ。あんなに急に消えると思わなかったんだよ。んね、お願いします。うん、お断り。せっかく撮った写真ですもの、他に回したらね、スクープにはならないの。じゃあね。お、君。鳥獣はなぜ、そしてどこへ消えたのか。タックの作戦会議でも結局結論は出なかった。よし、あとは鳥獣の写真を見て分析してみよう。今度隊員、は鳥獣の写真を持ってきてくれ。あ、それがどうした、まだ現像してないのか。あ、そうなんだ、現像がまだ。しょうがねえな、俺が写真班に催促してやる。あ、ちょっと待ってくれよ。俺が直に行ってもらってくるわ。行ってきます。俺も気が弱いな。写真どうしよう。北斗、訳を説明してくれ。訳？訳って何でしょうか。私の許可なく友達のカメラマンに鳥獣が出ることを通報したわけよだ。友達のカメラマン？俺は知りません。何？知らん。よし、カリンに電話しなくちゃ。このじゃじゃ馬カメラマン鮫島純子は同じ社の独身でお金持ちで親切な編集長早瀬にしびれていた。もしもし。ああ、純子ちゃん。なに？鳥獣の写真？やったぜベイビー。私がね、撮った鳥獣の写真はタックにも保存がないんですよ。特ダネですよ編集長ね。グラビアに差し込みましょうよ。はいはい。じゃあこれがすぐ吹っ飛んで持ってきますから。はい、はあ、誰？タックのコモですか。タック、はあ、ちょっと待ってて。はい。あ、純子さん。私これから出かけるんだけど、なんか用？あの、
例の長寿の写真1枚でいいです。焼き回していただけないでしょうか。純子さん、写真をお願いします。うん、写真ならさっき北斗さん持ってったわ。北斗は、うん、変だな、あいつ俺に何も言わなかったけど。たった今。そうですか、ならいいんだけど。いけねえ、早く戻んなきゃ。あ、そうだ、あの、この次でいいんですけど、あんたの写真1枚いただけないでしょうか。え、俺の初恋の人にあんたそっくりなんだ、すいません。何が初恋の人よ、デイブ。ちょっと疲れてんのかしら。ねえ、運転手さん、1万円でお釣りある？1万円で？1万円でお釣りあるわけないだろ。急いでんだけどな。だからさ、そこに売店あるからさ、そこでちょっと崩してきてよ。ねえ、そこだから。あ、お釣りで持ってるのに。なんだこれ。いいわけねえな。了解。ハナイビーチ区に鳥獣出現です。よし、全員出動だ。こんな何やってんだ、バカ者だ。早くしろ。出てきやがったんでしょうね。バカな。吉島と北斗はアタック原で発進、教授の教師君だ。その間に我々背後から RX ミサイルを撃ち込む。敵はどんな武器で勝ってくるかもわからん。十分に気をつけていけ。はい。成功ですね。前期悲観する。了解。了解。
かれた。ガマスに新しい武器を与え、再びタックに立ち向かわせるのだ。はい、はい、はい。あら、また来たの。あんた、嘘つきだ。何は？北斗はあんたなんか知らないと言ってる。俺が北斗誠二です。ああ、知ってるわよ。あの、なんかの雑誌の写真で見たことあるもん。なぜ俺の名前を語ったんです？だってそうでもしなきゃ取材ができなかったからよ。悪く思わないでね。悪く思うな。何ですかその言い草。北斗、北斗、彼女に会っても怒らないって車の中で約束したやないか。だってあの人ちっとも反省してないから。分かった分かった、俺に任しとけ。純子さん、俺たち住んだことはもうどうでもいいんです。ただあなたの軽い嘘が北斗に迷惑をかけてるんです。というのは北斗がタックの機密を破ったと誤解されてるんです。まあ一言でいい、すまなかったと北斗に謝ってもらいたいと思って。そりゃね、謝れって言うんなら謝ったっていいわよ。ただこっちにだって言い分はあんのよ。聞こうじゃありませんか。私だって好きであんたなんかの名前を借りたんじゃないってこと、鳥獣が出るっていうことを、なんでタックだけの秘密にしておく必要があんの。それはみんなの安全を守るために必要な処置だったからです。かっこいいこと言わないでよ。報道の自由を束縛したくせに。そんなつもりはない。口から出任せの嘘をついて他人を困らしておいて問題をすり替えないでくれ。すり替えてなんかいないわ。私は根本のこと言ってるのよ。黙れ嘘つき女。大体君はね、人の家に黙って入らないでよ。敵侵入罪言ったるわよ。しかし君が俺の名前を語って写真を撮ろうとしたの。写真を通してどうして悪いの。みんなに見てもらうタックのためにだっていいじゃないの。もしその時正直現れて君が殺されたらどうするんだよ。いや、私はこの通りピンピンしてますよ。誰この邪魔。何よこのガリガリ頭のとっちゃん坊や。何あっいけねえ。北斗、女性を殴るなんてお前らしくないぞ。彼女に謝れよ。嫌です。俺は不機嫌だ。今野隊員もこんな人から写真を借りることはありませんよ。写真を撮り損なったことを今野隊員が言えなければ俺が隊長に言ってあげます。北斗、ちょっと待てよ。俺はお前を信用して打ち明けたのに俺を裏切る気か。お前は北斗私ね、写真焼いてあげる。本当？うん。ありがとう。ああ、やっぱり映ってるわ。当たり前よ。最初は友達でいい。あ、うん、どうもすいません。ありがとう。どうもありがとう。北斗、北斗、ちょっと、お前、隊長にもうバラしちまったか。隊長には言わないでくれよ。彼女は写真をくれたんだ。口は悪いけど、根はいいことやろうか。どうくんはいいんですかね、あんな子の。お、どうした。この操縦、剣を持ってますよ。あの時はこんなもの持ってなかったはずだ。バカ言え、剣？確かに持ってなかった。あ、持ってたよ。お前、変な言いがかりつけんなよ。この鳥獣、あの時は剣だと持ってなかった。実物と写真とは違っているのはどういうわけですかね。まあ、いずれにしろこの写真に謎がありそうだ。美川君、テストに。はい。謎の写真に様々な実験が行われた。紫外線、放射線、各種のガスなどが放射されたが、写真には反応がなかった。しかし、最後にごく平凡な音波が流されたと、信じがたい異変が起こった。写真の中の鳥獣が音波の刺激を受けてうごめき出したのだ。写真を焼け。二次元鳥獣だ。音波が二次元と三次元のパイプの役割をして鳥獣をこちらの世界に引き出そうとしてるんですね。今野隊員、あ、すぐにあのネガを焼き捨てるんだ。ネガ？ネガを焼き捨てなければ鳥獣は写真を焼き増しする分だけ増えることになりますよ。今野隊員、もう隠したりしてる時じゃありませんよ。
隠す？何をだ。分かった。隊長、本当のことを言います。実はあの写真のことなんですが。危ないじゃない。純子さん待ってください。純子さん、例の鳥獣の写真をネガも一緒にこっちに渡してください。さあ出せ。ネガを渡せですって？ちょっと冗談じゃないわよ。あれは私のネガよ。あんたたちに何の権利があって？今は披露してる間もない。鳥獣の写真はどこにあるんだ？部屋に案内してもらおう。おあいにくさま、写真はたった今ね、社の編集長に渡してきたばかりなの。そうね、今日中には臨転機に回って10万部の同じ写真が刷り上がるでしょうね。10万。うん、雑誌のグラビアのトップを飾るの。うん、私が撮った写真がね。雑誌へ飛んで印刷を止めるんだ。10万匹の鳥獣に飛び出してこられた日には地球は全滅だ。はい。印刷を止めるですって？そんなことさせるもんですか。だって、ほら急いで急いで。ねえ、あれつけて、序盤の車急いで急いで。どこ見てるんだ。前向いてろ。諸君、来週のグラビアね、これ純子ちゃんのこれ決まりね。おお、しまった、遅かった。鳥獣に違いない。攻撃準備。はい。ミサイル発射用意。
いやー、今回の写真鳥獣には全く参りましたね。ああ、ヤプールとしては、あの鳥獣をタックのカメラに忍び込ませるのが狙いだったんだろうな。そうしてみると、今度がシャッターチャンスを逃がしたおかげで、我々は助かったことになるんですね。隊長、例の鳥獣のレアです。彼女が返しに来てくれました。ああ、こいつが雑誌にでも載っていたら、今頃は日本中が鳥獣だらけになっていたろうな。隊長、ちょっと。山中隊員、処刑を。よし。さあ、どいたどいた。さすが。いやいや、普通普通。この隊員、しかしあのジャジャマはよく素直に返しましたね。まあね、もうあんな男勝りじゃ付き合わない方がいいですよ。この隊員だってかなりいいように振り回されてたんだから。いや、全く全く。あんなね、勝手な子も珍しいよね。ちょっとも怒ってないみたいですね。俺が？うん。いや、怒ってるさ。うん、怒ってますよ。ところで隊長、ちょっと飯食いに行ってもいいですか？腹減っちゃって。いいぞ、行ってこい。あ、すいません。お願いします。あいつやけにウキウキしてやがんな。お待たせ。あ、あれ？うわっ行きましょう。お、おい、みんなちょっと来てくれ。ちょっとちょっと。どうしたんだ、どうした、自衛軍か。どうした。いや、あれ見てくださいよ。ああ、濡れますよ。大丈夫ですか。やっぱりね。だらしねえな、まったく。俺には今度隊員の気持ちがさっぱりわかんねえや。あんな女のどこがいい。あいつデレデレしやがって、まったく。よし。ああ、待て待て、今度は順調なやつだ。あの年で未だに初恋の人の面影を追ってるんだからな。まあ、目が覚めるまでそっとしておいてやれ。恋は盲目、女は魔物。あいつ。The Ultras and the Absolutians. We must prevent this war.From escalating. They continue to grow in strength, but any potential threat must be eliminated. There's no time to waste. All that stands in the kingdom's way shall fall before my blade. The kingdom, they're our greatest threat yet. Can we beat them? But I know them. My friends will never give up hope.Let's go, everyone! Game on! In the name of galactic peace, we'll do everything to stop you! The survival of our race is on the line. We cannot back down. I'm going to enjoy myself. There is no light or darkness! I will stop you! A miracle fusion! Ultra amazing! I shall still strike him down. Let's survive this and achieve victory. Execute you here myself! I am Grandmaster of the Cosmo Beast style. Ultraman Regulus! Ultra Galaxy Fight! The Destined Crossroad!Who dares? Hey, don't forget about us! おや？この中の何名かはチャンネル登録がまだのようだな。登録をしてもらえれば最新情報をお届けするぞ。さあ、ここをタップだ。頼んだぞ。